皆さんこんにちは、こんばんは、ワニャンでございます。本日は、森林公園の方に来ております。あいにく天気悪いんですよね。寒いですしね。昨日はねめちゃくちゃいい天気あったんですよ。だけどね、健康診断で半日潰れちゃいましてですね、単調に行けませんでした。で、休暇日2日目なんですけども、まあね、この空ですわ、真っ白気です。青空なんでね、全く見えません。見えるとこなし、真っ白気です。一面雲に覆われております。でもね、冬鳥たちにはね会いたいわけですよ。ですんでね、今日もねちょっとねお山の方にやってまいりました。ヒヨドリたちのね鳴き声はねもう来るなり聞こえているんですけども、まあ、カラルイのね声もねさっきは聞こえてたんですけどね、ちょっとね小杖が高すぎてね見えなかったですね。まあなんかね、たくさんいると思うんですよ。木の実もね、森林植物園だけあってね、木の実なんかもたくさん生えてますんでね、食べ物豊富ですから。あ、なんか飛んでるな。あ、なんか飛んできましたね。なんでしょうね、ちょっと撮影してみますか。どうやらね、ウミスっぽかったですね。まともに撮れませんでしたけどね、多分ね、ウミスですね。本日のね、最初の出会いはね、ウミスさんでしたね。2羽目の遭遇はね、白原さんだったんですけども、撮影できませんでした。はい。ヒヨドリのね鳴き声がね相変わらず聞こえてますけども、針葉樹のね林ですね。できたらね菊頂にね会いたいんですけどね、菊ちゃんだとねこういうね針葉樹林のね林にねいる可能性があるんですよ。小さいんでね探すの大変なんですけども、パッと見見当たらないですね。静かですね。あんまり鳥の鳴き声が聞こえないな。林の中にね入りさえすればね鳥たちに会えるってもんでもないんですよね。鳥たちの声が全然聞こえないな。ずいぶん遠いですね。左手のね、尾根の向こう側からね、ちょろっと聞こえてはいますけども。谷沿いにね、行くのも手なんですけどね。杉林、ヒノキ林ならね、赤ゲラや青ゲラだっていてもおかしくないんですが、
それらしい声は聞こえません。ちょっとね、谷をね下がっていってみましょうか。ミソッチとかがねいてもね嬉しいんですけどね。何せね声が聞こえないくらいですからね、あまりバカでかい声で喋ってるとね、なんか今一瞬声が聞こえたんだけどな、バカでかい声でね喋ってるとね鳥に気づかれちゃいますからね、静かに進む必要があります。なんかいないかな。いい感じの谷なんですけどね、珍しく何の音もしませんね。遥か上空を飛行機が飛んでる音が聞こえるぐらいです。なんかさえずってますね。多分ウグイスですね。何の鳥の羽でしょうか。何だと思います？意外とね、鳥探ししてるもね、カラスやハト以外の鳥の羽ってそうなかなか拾えないもんなんですよね。不思議とね、拾えそうなもんなんですけどね。ニー山柄さんかな、山柄の声が聞こえましたね。カラ類も鳴いてますね。正面になんかいる感じ。ああ、山柄と地中からの声が聞こえますね。にしても天気悪いなぁ。にーにー言うてますね。あれ山柄ですね。多分またウグイスでしたね。
山柄もね含めてね殻類なんですけどね、殻類やウグイスはね流暢なんでね、まあ年がら年中見れる鳥さんなんで、冬にね特化した鳥さんじゃないんですよ。今日はねリアルにね鳥さんを探している様子をねお伝えできればと思ってはいるんですけども、会えないですね。動画をね回し始めた瞬間にねパパッと現れてくれたりすればねラッキーなんですけども、そんな簡単には見つからないですよね。2時間3時間誕生して会いたい鳥さんに会えるのは3、4回とかいうこともザラですからね。年々年食ってきてね体力の衰えをね感じるようになるんですよね。あと10年、あと15年、早くから始めていればもっとたくさんの鳥たちとも出会えて、もっとたくさん撮影もできたんだろうなぁと思うんですが、その頃にはね気軽に持ち出せる超望遠レンズとかねなかったんですよ。カメラだってねそれほど綺麗に撮影できるような機材もなかったし、今の時代だからこそ気軽に手軽に持ち出せるね超望遠レンズやら高性能なオートフォーカスを積んだカメラが出てくるようになったおかげで、誰でも気軽に野鳥撮影ができるようになったんで、今だからこそっていう趣味でもあるんですけど、いかんせん体力がね落ちてきてるんですよね。じいさんになる前に始めたかったもんです。今のね若い人でね野鳥に興味を持った人はすごく恵まれてますよ。本当20代30代ならね目も利くしね体力もあるしね、バンバン撮影にも行けるし上達も早いし鳥もしっかり追っかけられるしね、いいんですよね。いくつまでこういうことできるんだろうな。
というわけでいかがだったでしょうか。単調の前半はですね、2時間以上かけて、公園内を回るもですね、ほとんどまともに撮影もできないという結果でした。で、後半のですね、お昼過ぎてから、ようやくですね、まあ、天気が良くなったのもあるのかもしれませんが、水場にね、何種類かの、冬鳥たちがやってきてですね、その様子を撮影できました。気分を良くしましてね、山頂付近まで標高を上げてですね、単調地を変えてですね、撮影しに行きましたら、またさらにそこでですね、ウソさんや、カヤクグリさん、それからベニマシコさんたちと出会うことができました。まあ、本当ね、単調はね、忍耐とですね、その時の運ですね、が、うまく重なった時にですね、しっかりとたくさん取れるということもあるという感じになります。はい。諦めずにね、回ってうまくいった時のパターンにはなりましたけども、まあうまくいかずにですね、結果全く取れなかったなんてこともあるんですよね。まあそれの中でもね、野鳥を見ながらですね、冬鳥だけじゃなくてですね、季節に応じた鳥だけじゃなくて、流鳥も楽しめて撮影ができれば、こういった趣味もね、すごくたくさん楽しめると思います。はい。それではね、今回はね、非常に長い動画になりました。途中ね、スキップしてね、全く撮影もできてないところなんかね、見てもしょうがないってなもんなんで、スキップして、どんな鳥が撮れたのかっていうのをね、見ていただけただけでもありがたかったとは思います。本当ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はご登録を、いいねボタンの方も良ければポチッとお願いいたします。それではね、最後まで本当ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。